楽しんち、お疲れありがとう。ともさんハートありがとう。やすくんレインボースターありがとう。体調大丈夫？寝たら頭痛いよな。とありがとう。ぶんちゃんハートありがとう。わかる、これ体調ね。もなんかいい感じよ。ありがとう、優しい。みんなでも眠い今日8時間半も寝れた。眠いけどあやとくんお疲れありがとう。ねずおさん10、よしーパパさん10、いさおちお疲れ。あら若干もざそやん。ジャックさん、ケイケイさん、なべなべ所長、マヤッキーさん朝からいるよ。ピースさん、コビドさん、アンデューさん、ナーヤさん、コバさん、ヤスくん、タダチーさん、ミロコーさん、ありがとう。今日はちょっと夜までかな。いつになったらどのぐらいできるやら間違いない。今日はじゃやらんといけんことがないか渋滞しとるし、今日あごめん手が当たっちゃった。コンコン CQC さん、成田の新地オイルサーディンさん、イサオジミッキーさん、キミコさんありがとう。オンライン話し会おーよろしくね。再販中だから。今日はもともとはあのノンアラの予定だったんですけど、ちょっとその前にちょっとお誘いがあったから行こうって思って、お誘いは自分の都合では断らないようにしたいから、そうし、そんな具合も悪いわけじゃないし、また事後報告するね。寝起き放置縁結びの日、素敵、いご縁ってこと。バリーさん花束ありがとう。いさおちファイト、小人さんだるま、タイムファイヤーさん、ノラさん、ゆきさんありがとう。今からちょっとさ連絡したい、ちょっと連絡、そう誘われると嬉しい。今日あのね1時間50分後ぐらいにします。にゃんこ先生ありがとう。あ、家を出ます。パタちゃん結婚して、う？よし。コバさん、コビトさん、ゆうき、まさやさん、にゃんこ先生ありがとう。今日はゆっくりやらないといけないことをこなしていく日。まずは洗濯物、食費の精算食費の生産はもうちょっと現場でもうやりまくろうと思ってるんですけど、ボビさん、星屋ナビ、マニョチハート、ヤシさんハート。でも洗濯物はもうやばい、もう新しいタオルがないの。バリーさんファイトありがとう。火曜日のルビーさんハート、セブンさんだるまありがとう。一番苦手、
一番苦手よ。うん、洗濯クジラとさんファイトありがとう。生産するよ。今すぐ洗濯機しないとだよね。イサオチハートありがとう。じゃあ今からちょっと洗濯機のとこ行ってくる。コバさんイサオチ。ありがとう。行ってくるね。クニちゃん。ハートありがとう。去り際に。俺。
選択できない。あと今日のちょっとみんなに顔を出しておこう。ヤッホーヤッホーヤッホー。今日のお風呂かな。まだお布団があったかいわ。寝た。あと、大量すぎて枕カバーとタオルとしか過ぎるけど、ただいまできた。え、何この、何このミラボーの量ねえ。出勤前バリーさん、え、いってらっしゃい。出勤前投げ去りミラボー、投げ逃げミラボー。ヤスくん、コバさん、ありがとう。ハート、クジラトさん、コバさん、ミラボタワー、フリマルおバカさん、カラスさん、クジラトさん、コバさん、ヤスくん、ユミちゃん、イサオチ、コバさん、ヤスくん、コバさん、ありがとう。コロネさん、アルマ、え、なにのや、ありがとうね。成田の新地、ヤスくん、コバさん、クジラトさん、いってらっしゃい。しかもめっちゃ可愛い手羽先。どこどこ、ヤスくん、コバさん、フリマルおバカさん、ヤマさん、お役目戻るのでまたねって。あー、ミラボがたわ、ありがとう。ミラボたわ、優しい。ヤマさん、コバさん、すごい。山さん、ヤスくん、黒猫さん、片猫さんだった。123、ヤスくん、ダダダダダダさん、フリマル、オバカさん、コバさん、ヤスくん、コビトさん、お、STU ラボ違った。慣れてます。一度に詰め込みすぎるのは良くないってね。そう、学んだから、とりあえずタオルと枕カバーを洗いました。フリマルおバカさん、ピースさん、ひなとトラさん、コバさん、リルルさん、ミラボタワー嬉しいね。フリマルおバカさん大好き、パタちゃん、ウッポさん、ミラボありがとう。クジラドさん、コバさん、ノロスケさん、イソウチ、マーさん、コバさん、コビトさん、コンコン、パタちゃん、クジラドさん、コバさん、ネギ塩牛タンさん、タイムファイヤーさん、コビトさん、フリマルおバカさん、ハナちゃん、クジラトさん、カマラグさん、コンコン、ネギ塩牛タンさん、ハナさん、パタちゃん、バリーさん、カマラグさん、ありがとう。タイムファイヤーさん、イサオチ、ハナちゃん、モヤッキーさん、カマラグさん、ネギ塩牛タンさん、バリーさん、ハナさん、コンコン、貝柱さん、コバさん、ありがとう。成田の新地かー、ありがとう。わーん、貝柱さん、ネギ塩牛タンさん、クジラトさんありがとう。見えなくなってしまいました、ありがとう。フラさん、ゆうちゃん、イサオチ、あ、ラボは9500、おー、あと500回。おかがごはんさん、ともさん、ありがとうね。アンドーナツさん、バ
リーさん行ってらっしゃいだね。クジラとサニャスくん、コバさん、お礼をするよ。みんなありがとう。ぞ325日連続配信ありがとうございます。そう、新曲 MV 公開されたよ。今日着る服はあるんか、買って届けようか、優しい。一応あるって思ってるけど。ねえねえ、虫刺されの後昨日薬塗らずに寝ちゃったけど、だいぶ治った。かかとのとこはちょっとあれ、靴が擦れてガチャガチャになっちゃうけど、それ以外はだいぶ治ったよ。嬉しい。なんか色も薄くなった、本当に。11月25日ショールーム10周年記念。こっちはなんかまだちょっと、ここもう、おお、だいぶ治った。わかんないんだよね。ウィーンさん、タイムファイヤーさん、ありがとう。保湿もね、してあげよう。そう、あと さ、もしお布団のにダニがいてさ、それに噛まれたってなったらさ、あれやね、今はもう噛まれてないからなんなんや。喉、え、全曲すごい。お布団ダニだったらさ、今お布団普通に寝てるけど、どっかのなんかあれやろ。ほんとよ。あと消えんかったら足にも。ほんとよ。カラオケ最高やん。え、明日アワード2023が発表されるの？マジで？発表、え、ドキドキする。そのまるまま6343、カズさん、ありがとう、ありがとう。夜分にでも入っていったんか。でもさ、ロケでさ結構夜分に入ったからさ、遅れてきた説もある。リコチの部屋にはダニはいなかったよ。わかんないね。え、明日アワード発表なの？やば、虫刺されるあるあるよね、やっぱ。タブレットドツキ女王、私やん。屋外ロケ中の可能性もあるよね。それかも。なんかアワード私もドキドキする。どうなるんだろう。心配さん、ありがとう。ハーツ有名に。俺咳しすぎだからさ。ヤスくん、かわいい、ありがとう。トモさん、金杯さん、ハートありがとう。かわいい。つつがむし、つつがむし、そういえば。
なちゃんから連絡が来て嬉しい。仮暮らし乗り越えって最終日って感じ。あ、仮暮らし乗り越えって一番の仮をする。優秀パフォーマンスは12月13。あ、そうなの。12月15が連絡1週間か。はい、くしゃみが出そう。うん、離席率ナンバーワン。離席アワーになったらいい。そう、最終章、ついに仮先が来る。バッサリ髪を切ろう。オッケル。それでも乾かさなくていいぐらい。くしゃみが出そう。くしゃみも出る。メイクしていこうか。わっ、髪を切った理由がドライヤー故障。もう寝たよ。めっちゃおもろい。わわ、コバさん、マーさん、ヤスくん、ミラボー、イサオチ、ヤスくん、ダルマ、間違えた、ミラボー。わー、アーニストさん、マシャさん、ノロスケさん、テイカーさん、イサオチ、ミラボありがとう。クジラドさん、コビトさん、成田のしんち、ありがとう。やん、ありがとう。食べ、食いっぱぐれないのは嬉しい悩み。そうだね、コバさん、ハセピーさん、タイムファイヤーさん、ありがとう。眩しい、あ、ミラボありがとうね。優しいわ。新しいドライヤーはそう、木曜日。幼稚。じゃあメイクをしていこうかな。よろすけさん、かわいい、ありがとう。なんとなく頭が真っ白になってきた。真っ白になってきた。なんかもうクリアになってきたような気がする。頭が真っ白になってきたらやばいでしょ。にゃんにゃん、チョコレート、間違えた、チョロアルアタルアチュレティさん、わわわ、イサウチ、かわいい、ありがとう。もうちょっと頭真っ白になってきたらやばいでしょ。そう、ケータリングをね、もうたくさんもらったからね。あとさ、プレゼントとかももらったからさ、それのさ、紹介もいっぱいしたいの。からだ。いやー、うなたんが優しい。ポーチならプレゼントしてくれるの？マジ？
あ、無印のセールってさ、無印良品に行って現場に行ってセール行けるの？ふくちゃんち体調は大丈夫かな？ありがとう。そう、大丈夫、大丈夫にねなったよ。そう、やっぱ8時間半寝たよお家帰ってきてお風呂入って、なんかもう多分頭が痛すぎた。日向高さんありがとう、まさやさんありがとう。あ、セール、ネットストア、そうなんや。会員登録か、たっきょ。古いドライヤーと古いポーチ、ドライヤーも買ったんよ。ポーチが、ポーチ欲しい。保湿の上に保湿を重ねます。鼻水はね、治ってないの。うんね、たっきょん、ハートありがとう。そうなの。あ、それなんじゃない、もしかしたら。しかもなんか、私寝てない、睡眠不足で結構、そのお肌が荒れるタイプなんですよ。そう、うーん、わかんないね。あん、のりみおさん回復薬って優しい、ありがとう。睡眠大事ね。もうでも8時間半も寝れたから、明日はノンアラの予定。今日も寝られる時はなんかもう腹出して寝ようと思う。腹出して寝よう、腹出さんけど寝るから。くしゃみですもん。はい、ねえめちゃめちゃ公開。そうなの、睡眠大事。いさおち、ちゃんと乾かします。偉すぎ。ほら、やっぱり乾かすの大事じゃん。カレー臭も偉い。腹出しちゃダメ。イサオチかわいい、ありがとう。え、かわいくない、今のかわいくなかったでしょ。今日も休みだけど配信に合わせてアラームかけた。えらい、えらいカズさんかわいい、マーシーさんかわいい、ありがとう。いい、くしゃみすぎた。コンコンかわいい、ありがとう豪快グッドボタンって言われてる。公開すぎ、ちょっと鼻水出ちゃうかも今。鼻水出た。私チョコレート、うん、どつく方を間違えた、どつく方を間違えた、鼻の下。あ、危ない。ちゃんと水キャップボトルしててよかった、ちゃんと水キャップしててよかった。風邪ひいたんかな。ちょっと鼻の下も保湿して、11時半にはちょっとここを出たい。どついてもらえなかった、やばい。やすくんハート、ふくちゃんち、やすくん
ありがとう、トモさん、成田の新地大好き、パタちゃん。なんかおでこが乾燥してるらしいので、私だからおでこ。フリマルおバカさん、パタちゃん、うん、小型ペンギンさん、ありがとう、回復薬。パタちゃん、クジラドさん、フリマルおバカさん、ありがとう。鼻の下マジ伸びるよ。日焼け止めもまあ塗っておこう。塗るに越したことはない。ボリリさんだよ。なんだかお餅みたい。うん、ほんと嬉しい。ボリリ大きいよ。でもね、うちにね、いろんな子がね、いろんなぬいぐるみがね、またね、来るよ。今日来た。昨日来たよ。見せたい。まつげパーマって痛いのかな？したことないんだよね。もうなんかメンバーはみんな言ってる。良さそうだよ。リサ、お茶ありがとう、ハート。してみたいね。そう、パンダの赤ちゃん、ボリリ、そうやろ。なんとも言えん表情すぎる。松葉、え、わかる。私も松葉すごい気になるけど、一生手出してない。一生やらなさそう。このぬいぐるみ増えていく、嬉しい。そのままでいい？もうそうだよね。なんか松葉してる子ってまつげがすごい下がりやすい、子なんかあんまり上がりにくかったり下がりやすかったり、そういう悩みを抱えてる子が出るイメージ、あとはもっと可愛くなろうってしてたり。私は割とまつげ下がりやすいタイプではないので、だからいいかな。ボリリ、ヤッシーさん、私卒業できないかもって急に思ってきて。いや、待って待って、私が急に卒業するみたいな話じゃないけど、お水飲むね。ヤッシーさん、ハートありがとう。なんか思ったのが、卒業コンサートとか卒業公演とかすごいたくさん準備が必要じゃん。自分の準備もそうだし、人にもね準備をしてもらうじゃん。ナブローさん、フォーヨーさん、そう、口元隠して水飲む。考え、それプラスなんか、うん、今までありがとうっていう言葉とか、なんか考えるの。メールとかショールームとかツイッターとかも、ちょっとまだちょっと余裕がないからできないか。私卒業するみたいな。違うよ。そうだからさ、卒業
するってすごい大変なことだなって今ちょっと実感してる。なんか出場するにも準備が必要だし、俺そんな私は別に卒業するしたいって思ったことないんだけど、まだ大変だろうなと思った。だからちょっと余裕がありまくりのありまくりだといいな。私はもうでもさ、ST48 の10周年はいるかもしれん。まだいそう。私確かに面倒じゃないイベント、そう言ってみればすごいなんか面倒くさいことをしちゃったりもあるじゃないですか。みんなにも面倒なことをそのかけてしまうことにもなってほしくないから、だからもう唐揚げで、唐揚げじゃないよ、あもう唐揚げを食べるみたいな、もうステージの上で唐揚げを食べるみたいな、もうそういう卒業公演に したいな。ちょっと待ってこういうさ、あやばい、ボリオチがいる。小人さんありがとう。準備に10年はかかるかも。え私まだまだずっといると思う。私結構ずぶとい、ずうずうしい。そう安心してね、こっちがいなくなっちゃうかもとか思わないでね。おっとっとさんかわいい、ありがとう。やりちゃんずありがとう斬新すぎな。卒業話はつらい。私でもまださ、私2期のワンチャン2期の10周年いるかなとか思ったんよでも今が4周年じゃん、であと6年あるやん。で27歳かってめっ折りすぎやろ私ってなってる。ワンちゃん2期の10周年折るかなみたいな、27で折るかってありえるかな。本当タイムファイヤーさんボリ落ちありがとう。ステージで、うん、唐揚げを食べるの。眉毛立派でしょ。しかもさ私、えっめっちゃ立派じゃん。脱色さいつもしてるんだけどさ、もうここ最近全然脱色できてなかった。うん、ほんとお利口さんが、みんなお利口さんも一緒に年を取っていくからね、大丈夫。私だけが27なわけじゃないよ。みんなもプラス6年から。鬼門ってあるの？ユミコさんとか26でしょ？全然いける。生きてるかな、ボケてないかな。だってたっきょんありがとう。生きててよ。ちょっと待って、ちょっとさ眉毛にさビューラーつけてみようかな。ああ 眉毛が上がったあれからのブーメールか。2期生の最年少は今 16? ?5 歳下、6歳ぐらい下かな、6下かな。メールいっぱい来るわ。うん、ポティアンやばい。そうよね、眉毛にビューラー、新曲である。リコチ楽しは強いって。ジャマパンさんありがとう。
どっこのカズちゃんありがとう。最後のネキは無理やろ。35とかになっとかんと無理よ。江戸っ子のカズちゃんありがとう。小人さんありがとう。確かにサイリウムの色が変わってるってなってもえボケてたごめんみたいな、そうだったんだねってなるから、うん、乗り切れるね。ボケとったわーって、ボケとったわーすまんのーって、ね、私がさ、ほんと将来どんな風になるかわかんない。カノンさん、ありがとう。キャノン一生現役でいたいけどね。ほんと？私が35歳になってでもばっおばあでも35ってまだ若いよね。昼ごはんまだなの。そうね、35歳になったら全部デパコスにする。もうええとこのお姉様になるけ。もうなんかもういや、なんかもうピアスも開けるの。ピアス開けてそこにはもうなんかシャネルとかディオールとかぶら下げるの。ジャラジャラお姉さんへのあれ受けるね、偏見。でもお姉さんってそんな感じじゃない？ハイブランド。わかる。プチプラがいいよ。チュパカブラとモグコのつけ。私はそれっぽそうだな。私最近知ったハイブランド教えてあげようか。ファンクリーフ怖いで、すごいお上品に見えてさ、すっごいんですね。ボリ落ち、ありがとう。娘が来れてた。ほんと。コスデコのファンデがいいらしい。パチモンやばい。フランク三浦。おもろい。うん。バームクーヘン、そうそう。バームクーヘン。アルマーニのファン、あ、結局買ってないよ。あれ？アルマーニのファンって言うのやろ。どうだっけ？もうね、それすらしてた。今は資生堂のファンデーションがなんかね、ファンデーションなのに美容液成分もいっぱい入ってるみたいな。だからもうなんか密着もしてくれるしみたいな、すごいいいいいなと思ったけど、私別にリキッドファンデーション派じゃないからいいやって。でもそうなんよ、プライドやばい。おもろい。
最近皮膚科に怒られに行ってないん？うん、行ってないね。皮膚科塗るなって言われるから塗らせてってなっちゃう。小人さんだるまありがとう。うん、確かにスリーコインズね、最近よりかは高い。トモさんありがとう、ハート。今日マスカラ買いに行こう。朝宗さん、みっつーさん、ともさん、ありがとう。先生、ありこちがアイドルって知ってる？知らんと思う。暇なニートって思ってると思う。宇野さん、ボリオチ、みっつーさん、ありがとう。もうなんか適当にのんのんと生きてる。でもちょっと肌管理はしたいニートって思ってさ。え、もうカラオケに入ってるの？そう、みっつーさん、うん、ニートって思ってるんだと思う。そうなんよ、皮膚科美容院みたいな設定いらないの、マジ助かる。いや、やろ？それじゃ塗るなって言われるでしょ。 SK2 使ってない。チョイサウナなんだ。あ、バンクリープなんだ。バンクリーフって言っちゃった。やばい、全然知らないじゃん私。アーペル、ニートなんですきっと。だからヌルナナなんだろうね。 OL とかだったらさOL とかだったらまあそっか、しょうがないよねってなるだろうけど、ニートって思われてるから。よし、じゃあ今から洗濯物干しに行ってくる。紅白さ、出たいよね。行ってくるね。あ、告白するか、いつか。実は実はアイドルなんです。そしたらあーって塗りなーってなるかもしれない。そんなすっぴんで公園出られんやろ。
枕カバーは4枚欲しいよ。なんか今日あったかい、半袖でも過ごせる。私やっぱりね、朝はね、早く起きるのが好き。こうやって朝の時間を有効活用できるとかね。言うてでももうさ、朝じゃない？10時半か。太陽が眩しいよ。今日も早寝ぶしよ。今日のじゃあスケジューリングはお家に帰ってきて配信してお風呂に入る。アンズ油がなくなっちゃったんだよね。なんかどれがいいかわかんないから、もうずっとアンズ油でもいいような気がしてきた。結局アンズ油が一番な気がしてきた。あと3枚。してみよう。やっほ。おおおお、安心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 。ちょっと今第1弾目が終わったんですけど、ちょっと第2弾目の、あ、まだある。靴下と靴下たちがまだ干してない。ちょっと待って、靴下たちを干して、お腹空いて、お腹が鳴るよ。空いてきたかも。
しょ、けい。外の空気に触れたいからちょっと網戸にしてみた。バラれてない、バラれてない、バラれてない、いける、覗く、イエイ、ただいま。たこみさんありがとう。確かに大量に干すハンガー足りんかもしれん。足りんか。今洗ってきたのはえへへ T シャツ。コバさん、クジラトさん、たこみさん、ただいま。みんな見守ってくれてありがとう。たこみさん、コバさん、出口の残像いた。小人さん、カー君、フリマロバカさん、オイルサーディンさん、ウッポさん、ミラボ、ありがとう。ハンガーをプレゼントリストに追加、ありがたいかもしれん。あの洗濯バサミのやつとか、ありがたいかもしれん。面白い、やばい。コバさん、クジラトさん、小人さんもミラボありがとうね。優しいリサーチャーさん、コバさん、お、大丈夫、一個結婚して、うん。10年後ソファーの間にぬいぐるみが挟まりきらない。本当だ、
ここが私たちのさゾーンなのにね。でもさ、新しいソファーにしたい。緑のソファーが好き。なんか白とか黄色とかもいいなと思ったんだよ。山猫坊主さん、ボリオチさん、コバさん、プリマロバカさん、一個クジラトさん、ノルスケさん、小型ペンギンさん、オイルサーリンさん、ヤスくん、フリマルおバカさん、おばさん、フリマルおバカさん、にゃーありがとう。靴下たちも、コバさん、フリマルおバカさん、ナリトのセンチ、にゃーボリオチかわいいってありがとうね。フリマルおバカさん、小型ペンギンさん、3匹のどの子がしゃべりよるんける。この子が一番おしゃべり。いや、この子喋れないの言葉。この子が一番おしゃべり。この子はちょっとおとなしいのだからちいかわで例えたらうさぎ、ちいかわ、ハチワレって感じかな。マジでうさぎでしょ絶対この子、ね、ホリサーディンさん、マーさん、ポリオチコバさん、小型ペンギンさん、コバさん、クジラドさん、コバさん、ボリオチミラボありがとう。小人さん、13時までは朝。まあそれはそう、13時までは朝。あ、でも猫、猫だけど、ウサギ、ちいかわのウサギに似てるの。コバさんヤバさウサギっぽいよね。マルサーリンさん、カラさん、フリマロバカさん、ヤスくん、クジラドさん、ノロスケさん、空の魚さん、わあたくさんありがとう。コバさん、ミラボもありがとう。ヤスくん、ボリオチ、バードさん、フリマロバカさん、あれ一個結婚してにゃにゃにゃ、ノロスケさん、トマさん、コンコン、ミラボありがとう。コバさん、クジラドさん、ヤスくん、コバさんありがとうね。これかな、わかんない、もうそこをついてしまった、ごめんよ。小顔たん、かわいい、ありがとう。39、青い鳥さん、ありがとう、ありがとう、アロガトーって言ったの。ハンガーが、洗濯バサミが、おもろい。消防車か、どこか火事。タイムファイヤーさん、ありがとう。わあ、 MV すごい。なべなべ所長、ようかのさん、ありがとうね。お洗濯できました、お疲れって、優しい。みんなともう1ラウンドできたらもう残すことない。ドライヤーが火吹いたか、ついに。なんかもし ST48 をもうあと何年も続ける、またなんか卒業みたい、卒業はしないんですけど、だったらずっとこの家に住み続けるのかって、それはそれでちょっとやだな。ぽんゆうさん、ありがとう。マイペース、この家に住み続けるのはちょっと嫌かな。なんかもうちょっと綺麗なお家に住む。ミシェルさん、ありがとう。もうちょっと綺麗なお家がいいし、食洗機もついてる。なんかで、ドラム缶洗濯機なお家がいい。ただちーさん、ありがとう。にゃんにゃんにゃん、にゃにゃち。ミシェルさん、フォーユーさん、ありがとう。ありがとうね。セレブのお部屋に住んで、なんか特別なソファーに座るヒカキンさんみたいな、パッチワークみたいな。そら豆さん、ありがとう。若者らしい願いで良きね。
やっぱ若者らしいね。割とちゃんと若者だよ私だって。そら豆さんありがとう、パピポンちゃんも可愛いありがとう。でもタワーマンションに住むか、本当に住めるかな、住めるかな。システムキッチンって何？そっか、東京にお家を買うか。で広島はホテル暮らし。え、わかる、タワマンでルンバ憧れる。お給料も上がるはずって言われてる。さあ給料知らんけえなって言われてる。で前髪なんかちょっとドライヤーしてこようかな。ハゼちゃんのドライヤーでちょっとドライヤーしてくるから待ってて。すごいわ。コバさん、小型ペンギンさん、コビトさん、ありがとう。ドライヤーしてちょっとだけ。下が自信あるやつだ。え、ペロって出すの？自信なんてありません。もし私が本当にお給料が上がったら、なんかちょっとめっちゃ高級なネックレスつけてると思ってね。私がじゃあみんなにヒントを出すから、私があの高級な人生を送れることになったら、私もうすぐさま高級ネックレス買うから。小人さん、ミラボありがとう。成田の新地、広重さん大好き、パタちゃんありがとう、ありがとうだな。そう、金持ちにおわせするから、金持ちにおわせするからさ、うん、おもろい。そう、察して、そう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 、します。ハピョーンさん、ロンリーザウルスさん、そう、金ピカ系になるから、そら豆さん、真珠とかもうすごいことになるからお察ししてね。もうこの家にもいないかも。でも私ってどう、多分確かに私もそんな派手なことはちょっとしかしなさそう、ちょっとしかしなさそう。そうなりたいけどね、そんな生活を送れるようになってみたいけど。
あんま派手なことさしなさそう私。うん、前歯が金歯になってたら刺して。確かにリンゴ時計はマジで憧れる、ね、うん、ちょっと派手なこと多分手出したくなるけど、で最終的には飽きて、そう飽きてしまう。そう、私って結構飽きやすい。え、私明後日、明日からダイエットだから、まただからダイエット、安心してみんな。あ、格安ジムやめたって言ったらもう刺して。あ、でもどうだろう。あ、そうなん、リンゴ時計で充電しないかな。そうだよ、明日からの、今日は、うん、最高タイムするから。割高シムを使い始めるから。安心してみんな。そう、秋のなんかさ、私昨日の話からレゴチダイエットダイエットとか言ってるけど、秋は美味しいものあるから痩せなくていいよ。で、冬はもう正月とかあるから無理じゃん。だから春になったら考えようって言ってくれる人がいて、めっちゃ面白かった。え、みたいな、おもろいって。あとは悩みとか話してる時に、リコちゃんはなんかどんなこと悩んでるのとか聞かれた時に、太ってることが悩みみたい。リコちゃんは太ってないよとか言ってくれる。リコちゃんは太ってないし、太ったとて可愛いからみたいな。いや、みんな優しい。あ、スタンド蹴ってしまってもグラグラしなくなったら、それはもうそれですね。うん、リンゴ時計して、朝配信の後になんかすごいスポーティーな格好をして、じゃあちょっとランニング行ってくるね、みんな行ってきますって言い始めたら刺してください。ボリ落ち、ありがとう。確かになんかもう配信の、夜配信の背景がもう夜景みたいなとかになったらもうさせてください。そうなっても朝配信、私ずっとしたいよ朝配信。フィル中さん、小顔たん、うん、夜でもサングラスかけてたらもうさせてください。それでも私割と太ったくない？普通に考えて、なんか鏡で自分のこと見たら、あ、太ったって感じるんですよね。でもそれでも気にしません。うん、多分なんか私が、でもセレブになってみたいよね、いつか。いつかセレブなこと、髪の毛洗えたらさせてください。あ、お金が有り余って、そこにも行ったんだね。なんか、じゃあカラオケ配信しますって、お家からカラオケ配信してたらさせてください。カラオケ配信、お家からカラオケ配信するね。え、お家からカラオケ、あー、イヤホンかと思ったら、ガチガチになんかカラオケボックスで配信、あ、ここ自宅ですって言ってたらさせてください。もう離席もしなくなるかも。ジーヤ、お水取ってきて。バケハのツバが広がったら察するやばい、女優棒になる。家にダメ、離席しなくなったら察して。ジーヤーってお水取ってきて。うん、サウナ配信もなんか前までお風呂とでなんか熱湯とか出しながらしてたけど、もうなんか、あ、サウナ配信ですし始める。自宅がスタジオになる。ケンちゃん、ありがとう。じゃあそろそろ出かけますみたいな、ヘリコプターとか音がし始めたらもう察してください、うん、マサムネさん、ありがとう。G
ちや雇ってた。朝の準備もなんかメイクさんが入るの。こうやって自分でヘアアイロンしなくなる。おメイクさんが、はい、みたいな。ストレートですね。かしこまりました。おメイクさんが入るようになったら刺して。やばい、めっちゃおもろいよ。筋トレがもうガチ器具揃いながら筋トレ配信してたらもうそれ刺して。あ、サムです。 あリコちゃんも出世したんだな。そう、今からアサイーボール作りますってなんかシェフが作ってる映像を流し始めたらもう刺して。面白い。あ、ゴッホとか絵画が飾られてたらもう刺して。うん、本当よ。後ろの書が利回り？利回りってどういう意味？あ、タクシー毎日使い始めたら察して。なんならもうリムジンでもうお迎えが来るみたいな。ゴッホはタワマンごと買う。そうなん？あ、本物の絵ってことか。そっか、ポリオチありがとう。我々のことを見下ろすんですね。はやばい。見下ろさないよ。だから一流の本当朝イーボールじゃなく朝からもうコース料理みたいな食べてたらもう刺して。朝ごはんコースみたいな、フレンチの朝ごはんみたいな。エスカルゴと今日のタンパク質はエスカルゴ、今日のカロリー計算は、うん、朝エスカルゴ昼はってかもいいじゃん。ごめんね、ボケを解説させちゃった。確かに。そう、かわいい。まだメイク途中なの。お休み配信みたいな、お休みみたいな配信するときにもうなんか全面シルク、シルクのベッドで今日は眠いですみたいな感じに言い始めたら刺して。カタツムリ私も食べたことないよ。モビさんハートありがとう。安プッチンさんもありがとう。ね、いくら年収あったらさそういう生活できるんだ。え、本当にリアルに。あ、ヘアオイルはねもうね、もう髪の毛すごいオイルつけすぎてしっとりなのでしない。私のファンの方の中にそんな生活を送ってる人いるのかな。シャンパン片手にタワマンの一室で私の配信見てくれてるみたいな。奥行かんと無理。生々しい。ね、ちょっとさ私も何人かそういう人はいるんだろうなとは思ってる。何人かそういう人はいそうだなとは思ってます。お金があってもそんな生活しない。なんか私もそんな風に感じる。今がそうこういう生活で幸せだからね。買い占められちゃう、その富豪に。
ショールーム買い取るか、 CEO になるか。楽しい、もしも話すごく楽しい。でも一度はそういうさ生活も経験してみたいんだよ。憧れるよ、誰しも憧れるよね。あ、そっか、チェキは1日1人3枚まで。確かに憧れる。買い占められちゃうか。ヤスが私のお米に工藤理子様はと書き出したら察します。だってやばい、もう私様なんだね。できた、かゆっ。お洋服どんなの着よう。今日暑いな工藤、やっぱ暑いよね。93点、ありがとう。暑いか。司会サラピが駆動呼びをやめてリコさん呼びし始めたらもう、あ、うん、優しい。ボリオチありがとう。中から暑い、ここ3日くらい暑い。あ、そうなのか。どうしよう、じゃあ服着る。マリオちゃんありがとう。水の目工藤様、はい、確かに定型文が工藤じゃなく工藤様になったらやばい。このペットボトルもなんかもう極上シリカ水とかになってたら刺して。空豆さんありがとう。ほんとさがにいろいろやべえ。こっち胸焼リコさん27度ぐらいまで上がるの。まあでもニットでもいいか。今日のお召し物はニットにしますね。蓋を見せつける。メイクバッチリやったにん。帰りは早い。まあまあまあ。あずきキャラ？あずきキャラ。あずきキャラ？Qさんありがとう。ビタミン舐めてない。舐めようか今から。ビタミン全然舐めれてなかった。もうなんか忙しいというのを理由にし全然舐めれてない。酸っぱいよこれ。朝一ビタミン。朝ビタ夜レチ。酸っぱい。ズーデスさんありがとう。お肌ツルツルになりたいから。ボリオちゃんありがとう。ビタミン C。 あらおはよう。体調はね、そう大丈夫になった。確かに忙しい時ほどビタミンが必要ね。食べてもらうしかない。あずきの力やからか。あずきの力を初めて使ったんですよこの前。その良さに感動して、だからちょっと小豆の力やで。でもあれ以来使ってない、ね、ビタミンを日本人が発見。すごい、知らなかった。
旅人 D デラックスありがとう。んーじゃあ今日のお洋服を着る。酸っぱい。にゃっ、あっ落としちゃった。割れてないといいんだけど。アイシャドウパレット。今日着る服は緑色です。いえ、おうち筋トレしてないや。今日からしようっと。よし、ズボンはまだ決まらない。やっほー、こんな色。短パンにしてみた。で、ロングブーツを履く。おわお。よき。酸っぱい。わお。イサオチ、かわいい、ありがとう。タイムファイヤーさん、テン、ノロスケさん、コバさん、かわいい服。寒くないかな。短パン当たった？腹ずつ。クジラトさん、ハート。オイルサーディンさん、イサオチ、フォーユーさん、小人さん、ミラボ。ありがとう。11時お知らせします。型ペンギンさん、だるま
フォーユーさん、コジラドさん、コビトさん、イサオチもミラボありがとう。待って、ミラボ、ほらコビトさんもミラボだよ。イサオチも、ミラボたくさんありがとう。コビトさん、マーシー、コバさん、イサオチ、ソラマメさん、コバさん、テイカーさん、ノーネームさん、コビトさん、ほらミラボ、キラキラネット可愛いでしょ。なんかネックレスつけたいね。ノーネームさん、カラさん、クジラドさん、パタちゃん、のしんち、旅人デラックスさん、ハート、ボリオチーズーデスさん、ありがとう。ビタミン C すっぺー、ケンちゃん、おひさまさん、ありがとう。やばい、そうやって後ろにブラシが溜まっていくって言われていく。やばい、この色私にぴったり。やったやった、イサウチかわいいって、タイムファイヤーさん、成田のしんち、かわいいって、瀬戸内のひさまさんもかわいい、ケンちゃんもテン、ありがとう。やったね、星を描くときの書き順は左下から上に行く。からさん、ありがとう。ブラシコレクターになってる。うん、イヤリングつけよう。あ、一緒？捨て落ちのお日様さん、テン、ありがとう。お、一緒？いいね。カバン作りとアクセサリー職人をしたい。わっ、なんかねじれてる。やだ、かわいそう。私の髪が悪かったせいね。かなり派手。見て、なんかローマのボリリも、そう、ローマから来たんだけど、このローマのイヤリング、うわ、利息ありがとう。一番盛り上がりありがとう、小人さん。でこのカバンで行く。
人さん、小葉さん、ふりまるおばかさん、いさおち、あー小人さん、ミラボありがとう、小葉さん、のろすけさん、ありがとう、テイカーさん、クジラトさん、成田のしんじ、にわかんさんも、にわけんさんだった、バルトムちゃん、ありがとう、読めたかな、なべなべ所長、かわいい、ありがとう、似合ってる、嬉しい、ティッシュ、お財布、やすくん、ありがとう、ね、いい色味かも、え、かわいいか、嬉しい、なめなめしちゃう、やすくん、小顔たん、ありがとう、芸術肌タイプ、独特の美意識を持っていて、自分のこだわりは簡単に妥協できないタイプかもしれない、グラバンさん、いいね、ありがとう、ヨキ、やばい、あと22分、いいかな、ラクエルさん、ありがとう、え、もう渋滞してる、もしかして、え、いいんじゃない、いいんじゃない、渋滞してる、リュック、こっちにする、ラクウェルさん、ありがとう、どうかしら、プーチョは大丈夫、どっちがいい、で、ロングブーツ、よき、オッケー、じゃあこっちに荷物詰める、確かにこっちがね、大きいし、あと私食品の生産、え、食品の生産書、レシートは全部入れます、松本清は違うね、ダイソーも違うね、
やば、もうこんな時間。成田の新地、クジラとさん、わタイムファイヤーさん、シーバさん、イサオチ、小型ペンギンさん、フリマルおばかさん、イサオチかわいい、ありがとね。マクウェルさん、カッコマイプさん、小型ペンギンさん、かわいい、ありがとね。あ、読めたかも。タイムリミット残り8分、やばいじゃん。干す時間も含め。お、イサオチかわいい、ありがとう。どこの中学生って言われてる。マジ中学生っぽい、もしかして。カバンが、どこ中だよって聞かれてるのか。なるほどね。ロングブーツ、短パン、絶対大丈夫だよね。ロングブーツに短回で短パンで。コバさん、ありがとう。ぬいぐるみ。シュッシュする。シュッシュしすぎたかも。チコリップ。ね、シュッくらいでよかった。臭い、私。盛り上がりありがとうございます。本当にベンツ頭に乗ってるね。じゃあちょっと干す、干す、干します。
出そう。ビタミン C もちっちゃくなっていきよう。口の中でね。ジェラピケのパンダさん干してるよ。やっと洗濯、初めての洗濯。洗濯物干してる場合じゃ、やば、もうこんな時間？早くないか？めっちゃ洗濯物あるんだけど、大変。オッケー。やばい、危ない。干すの遅すぎた。ちょっと忘れ物ないと思う。特にお財布とスマホさえあれば。小型ペンギンさん、小人さん、フレマロボカさん、あ、ブラシは一つカバンの中に入れたよ。うん、これで大丈夫だと思う。
ひなとトラさん、クジラトさん、パターメさん、小人さん、ミラボー、コバさん、シーバさん、イサウチ、フリマルボカさん、ノロスケさん、ノーさん、コバさん、クジラトさん、ありがとうみんな。ホスは怖いワードか、そっか、ごめん。小人さん、パターメさん、クジラトさん、パタちゃん、干されてしまう、ホス怖っクジラトさん、成田の戦地、佐藤と佐藤ともさん、ありがとう、ありがとう。じゃあちょっとみんな、今日の私の配信もすごい見守ってくれてありがとう。イサオチ、充電器は大丈夫、グリーンボーダーかわいいいい感じ、レシート忘れないようにね、するね。イサオチありがとう、ホスじゃあ行ってくるね。あ、あとでハンカチ入れる、それだけ、忘れ物。じゃあ行ってくる。39回からみんなね、準備配信久々の、見守ってくれてありがとう。久々でもないか、でもバタバタ準備配信。パタちゃん、カラさん、ズーデスさん、ミシェルさん、カノンさん、マルトモちゃん、ネギ塩牛タンさん、ピースさん、ホーチ縁結びの日、ヤマさん、ノーネームさん、ヒナとトラさん、オイルサーディンさん、小顔タン、マサムネさん、マーシーさん、ストーチのひさまさん、ヤッシーさん、39は青い鳥さん、ボヤッキーさん、フォーユーさん、ナベナベ所長、カモラグさん、ヤマネコポーズさん、タコミさん、フリマルおバカさん、成田のしんち、無理しないで優しい、タイムファイヤーさん、クジラドさん、小型ペンギンさん、グラファンさん、ウッポさん、ノリミオさん、ノロス、あ、そして本日秋元先生はノロスケ先生です、ありがとうございます。コンコン、ありがとう。コバさん、ありがとう。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はイサオチでした。イサオチありがとう。第2位は小人さんでした。小人さんもありがとう。そして第1位はヤスくんでした。ヤスくん、ヤスくん、ありがとう。お、お初、さすがさすが、のろすけ先生、やったね。みんな私の配信を見守ってくれてありがとう。エコバッグも大丈夫かな。人生方向地さん、いさおちかわいい、ありがとう。まにょち星花火、ありがとう。めちゃめちゃ今体調もバッチリです、みんなのおかげで。じゃあちょっと家を飛び出していきたいと思います。ちょっとなんかウィングみたいな。じゃあ今日も健やかにいきましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、おー、健やかにいってらっしゃい、行ってきます。きっといい日になる。無比持った、確かに一応持っておこう。いい日にしようね。またメール送るね。いさおち、ありがとう、ありがとう。元気になった、ありがとう。ぜ、ぜせおさん、ありがとう、ありがとうね。じゃあね、えいえい、お役目、じゃあね、みんな行ってきます。